はい、続いてご紹介していただくのがこちらになっております。商品の紹介をお願いします。はい、こちらは、香りの本場イギリスロンドンのメーカーのアシュランドバウトが作っているルームフレグランスのシリーズです。大きく分けて2つありまして、下のものがリードディフューザーですね。スティックを刺して楽しんでいただきたいこのもの、はい、でもう1つ上にあるものがサシェ香り袋でございます。でこちらは、ディフューザーに関しては 100ml と 200ml のサイズ2パターンあって、100ml はどちらかというとギフトに向けた提案というのをおすすめしていて、こちらのアシュランドバウトのディフューザーは自家用で買われていく方が多いので、1年通して安定的な売り上げが見込める商品になっています。あとは植物由来 100% の香料を使用しているので、なんかよくあるのが中身が液体があるのに途中で香りがしなくなるっていうことがあるんですけど、これは最後の一滴まで優しくしっかり香るっていうのがポイントです。そしてこれだけ種類がいっぱいあるにもかかわらず、はい、結構こう匂いがツンとしないというか、ふわっと包まれるような感じが素晴らしいですね。はい、すごく心地いい香りになっていますので、おそらくどれを嗅いでいただいてもいい香りって感じていただけるようなブレンドになっているかなと思います。本当ギフトにもおすすめのシリーズですね。はい、パッケージは華やかなんですけど、中のボトル自体は至ってシンプルなので、男性女性問わず使えますし、どんなインテリアにもマッチするっていうのが特徴になっています。そうですね、もう外見は華やかなので、そのままギフトでも全然大丈夫っていう感じがします。サシェはマスクの匂いをリフレッシュとも書いてありますね。そうなんです、最近コロナ禍でまた売り上げが伸びている商品の一つでもありまして、はい、単品だとこういった感じ で、はい、で商品としてはこちらですね。袋の中に3つ入っています。あ、そうなんですね、はい、よく1個ずつっていうのは多かったりしますけど、すね、これは3つ売りなんですね。はい、このように、1つの商品の中に3つ入っているので、このディフューザーはお家の中で使っていただいて、サシェはもちろんお家の中でも使えるし、気に入った香りを外で持ち運んで、例えば職場のロッカーに入れたりとか、カバンに入れたりとか、いろんな使い方ができるのがこのサシェの良さですね。なかなかお得感満載な、はい、ですね。紐もついていますし、サシェってよく香り袋、中に香りを染み込ませた石灰がそのままダイレクトに入ってしまっていることが結構あるんですけど、このサシェに関しては内袋っていうものがありまして、中身が飛び出る心配がないんですね。なるほど、じゃあ中でもう本当包装されているような状態ってことですね。そうです、この紐の部分を開けてみていただくと、こういう風に、北海道のような内袋っていうのがありますので、万が一外袋が破けても中身が出る心配がないっていうのがこのサシェの良さになっております。ありがとうございます。はい、ということでサシェとリードディフューザーをご紹介していきました。はい、ぜひご検討いただければ嬉しいなと思います。はい、続いてご紹介していただくのがこちらになっております。アシュレイ&バウトのフレグランスランプ、それからフレグランスオイルですかね、はい、をご紹介していきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、こちらはこのキラキラしたモザイクガラスが特徴的な商品ではあるんですけど、この中に専用のこの下にあるオイルを入れていただくと、香りながら消臭除菌できるっていう画期的な商品でございます。昔ながらのようで結構画期的なアイテムですね。はい、もう本当にキラキラした見た目から想像できないような効果っていうのが様々ありまして、その効果に関してはこちらのリフレットの裏面に記載があります。タバコの匂い、空気中のハウスダスト、バクテリア、カビ、食べ物の匂いとか、そういったところですね。はい、もう本当日常の空間のこう香りの切り替えっていうところで、スイッチオフっていうところでこうおすすめなアイテムなんですね。はい、もう1回に1台あればいろんなところで使用していただくことができまして、一度使ったらおそらく手放せなくなるぐらいすごく便利な商品でございます。そしてエコですよね、なかなか火をこう灯すだけっていうところで、はい、割と使いづらいのかなっていう印象がありましたが、結構使いやすそうですね。もうすごく簡単に使えます。もう中にオイルを入れて、ちょっと40分ぐらい浸していただいて、その後2分間だけ火をつけるんですけど、その後は、蒸し焼きの状態になります。これがちなみに今炊いてる状態のものなんですけど、そうなんですね、手をかざすとあったかくて、香りもするかなと思います。
ちなみにこの上に何かこう紙とか置いたりしても炎が燃え移ったりすることはないので安心して使用していただけます。でこのランプに関しては全て職人が一点一点手作りしていて世界に同じデザインは2つとないのでもう本当に自分だけのデザインっていうのがそうなんですね、はい、選んでいただけるかなと思います。でそのギフトでもよく売れている商品ですね。キラキラしているので本当ギフトで喜ばれる理由が分かりますね、はい、すごく可愛らしいのでお家の中に置いておくとインテリアの一部にもなるのでおすすめしています。あとはこのオイルなんですけど、はい、今30種類ぐらいご用意があります。で単品でも使っていただけるんですけどこれはブレンドしてオリジナルの香り、はい、その人だけの香りっていうのを作ることができるっていうのが特徴になっています。混ぜ合わせても大丈夫っていうところですね、はい。でどれを合わせていただいても大丈夫なので、まあ、何パターンもいろんなブレンドのラインナップができるかなと思います。じゃあもう本当大好きな香りと香りを組み合わせていただいて、はい、展開することも可能ということですね、はい、その時の気分に合わせて選んでいただいたりだとか、そういったことが自由自在にできるっていうのが既製品にはないような新しい形のルームフレグランスです。とってもキラキラして可愛らしいので、はい、インテリア用としておすすめですね、はい、ぜひ空間のこうさらにこう豊かな空間作りの一助に使っていただけると嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、続いてご紹介するのがアシュレイ&バーズとの新作になっております。はい、こちらは春夏コレクションで新作として出てくるものなんですけど、はい、ライフインブルームというシリーズになっています。一年中春を感じさせるようなフレッシュな香りっていうのをテーマにフローラルがメインになってきているフレグランスです。で香りは全部で4種類ございます。こちらのピンクのものがピンクピオニー&ムスクという香りです。ピオニーってすごく人気の香り、弊社のアシュランドバートの中でも人気の香りっていうのとムスクも入っているので女性への、 贈り物とかにかなりおすすめな香り物ですね。続いて黄色のものですね、はい、黄色がスイートミモザ&ベルガモットでしてミモザは春のお花と言われていたりだとか3月8日に国際女性デーっていうのもありましてかなりこれからの時期注目されているお花が入っている香りです。そして続いてがコットンフラワー&アンバーですね、はい、これ4種類の中で比較的一番落ち着いている香りかなと思っていましてベースにアンバーが入っているのとコットンフラワーが綿花、まあ、コットンの果実っていう風に言われてるんですけどちょっとこう落ち着いたまったりとした香りが楽しんでいただけます。そして最後がミステリア&ホワイトウッズ、はい、ミステリアが日本語で言うと主人という香りにお花になっています。なるほど。でこれはちょっと爽やかなすっきりとした香りっていうのが楽しめるようにスズランであったりだとかあとベースに針葉樹っていう木の香りが入っています。これが春の香りということで、そうです、おすすめですね、はい、でこちらのディフューザーに関してはこのようにプリザーブドフラワーがついていますのでこれも同じくインテリアの一部にもなるようなものですしかなりプリザーブドフラワー今日本で流行ってきている商品ですのでかなり今これからの時期におすすめの商品になっています。インテリア性も高いので非常に取り入れやすいですね、はい、ありがとうございます。